福副隆二は日本の造園系公務員。奈良県土木部計画課から経済企画庁、国土庁、沖縄開発庁で勤務する。その後建設省に移り、九州地方建設局、中部地方建設局、東北地方建設局に在籍した。海洋博覧会記念公園調整官を務めた後、建設省に戻り都市局公園緑地課課長補佐、続いて住宅、都市整備公団公園緑地部公園建設課長と中央官庁、公団の公園関係部署を歴任する。福島県都市計画課長を務めた後、1993年建設省を退官した。退官後は都市緑化技術開発機構参事野道企画部長を務めた後、1996年11月に緑の風景計画代表取締役会長に就任した。登録ランドスケープアーキテクト、技術士建設部門、土地区画整理士、測量士の資格を保持する。2009年に第31回日本公園緑地協会、北村賞を受賞した。経済企画庁総合開発行政の歩み、1952.81 から 1974.6、25経済企画庁、1975年 ABCDEFG 会社紹介から緑の風景計画公園緑地第39巻4号日本公園緑地協会1979年3月公園緑地第43巻3号日本公園緑地協会1982年8月沖縄年間沖縄タイムス社1980年市政第34巻第6号全国市長会、1985年、建設統計月報、第265から270号、1985年、豊かな都市と住まいを求めて、住宅、都市整備公団10年の歩み住宅、都市整備公団、1991年、伝説新聞1992年4月15日、福島県の土木行政の歩み、土木部創設70年記念福島県建設技術協会2009年都市緑化技術No.16都市緑化機構1995年北村賞受賞者一覧日本公園緑地協会ありがとうございます。